かなり快適になりましたね。はい、僕です。今日はね、この携帯スタンドをね、どっかいいとこにつけれねえのかなとかいろいろまあ思ってるんですけど、まあそうですね、ここにここら辺にこうねついてくれるといいんじゃないかなと思って、今日はこいつを加工して、でここに取り付けていこうかなと、この辺ね、うん、思います。はい、じゃあベースがくり抜けたので、あとはこれを、エポキシで固めていきましょう。あとはまあ特殊が固まるまでね、完全硬化まで置いてみましょう。はい、取り付けてきました。まあまあいい感じにつけれたと思います。とてもね、見やすいところで触りやすくて、いいと思います。さて次、ドリンクホルダー。ドリンクホルダーこういうタイプをね、こことかにつけたいんだけど、ちょっとこの丸タイプだとね、ちょっと厳しい、ですよね。こういう引っ掛けれないからね、ここら辺につけたいなと思います。まあちょっとウインカーレバーは近いですけど、まあ考慮しながらつけていきたいと思います。でね、取り付けはまあここに直付けしますんで、この部品だったら別に穴開けてもね、これだけで、はい、取れた。まあ、この部品は安いんでね、別に後から純正に戻してもいいですし、まあ、とりあえずこいつに直付けしていきます。はい、下準備ができました。そして止めるボルトナットなんですけど、まあ、こういったねナイロンナットを使った方が、緩みにくいので、ナイロンナットを使っていきます。これで取り付けてきました。どうですかね、ちょっと傾いてるかな。まあ多少は融通効くんでね。はい、これでドリンクホルダー取り付けてきました。スマホホルダーもドリンクホルダーも、手の届きやすい範囲で、まあウインカーもそれほど邪魔にはならないですね。それとね、肘掛けも欲しい。肘掛けも欲しいってことで、この汎用の肘掛けをここにつけていきたいと思います。土台が完成しましたので、あとはシートを組み付けていきます。シートを組み上がりました。まあね、こういう風にここでちょっと格納できるように、ちょっと素材がね、ちょっと若干、ファブリックじゃないんですけど、スウェードっぽいんですけどね、まあ、まあんま気になりません。
はい、ということで取り付け完了しました。携帯ホルダー、スマホホルダーね、充電式のやつとドリンクホルダー、あとは肘掛け、3点取り付けできました。まあ時間的にはね、まあ1日作業にはなっちゃいますけど、まあかなり快適になりましたね。やっぱりね、ドリンクホルダーここがいいですね。ギリギリこうウインカーとかランプ触るのに支障のない位置で、あとスマホホルダー、これなんか勝手にカシャンってこうなんか自動的に開くタイプね。これ初めて使ったんですけど、まあまあいい感じですね。エポキシでひっついてるんでね、かなり頑丈に止められています。仕上がりもね、ご覧の通りすごく綺麗に仕上がってます。ナビとか触るのにエアコン操作するのに、こんだけ出っ張ってるんで、ね、それほど気にならないですね。あとはね、やっぱこの肘置きアームレスト全然違うね。めちゃめちゃ快適になった。肘置き一つでここまで快適になるかっていうぐらい、でまあ一応可動式にはなってますんでね、使わないときはこうやってやるときはいいですね。まあ基本的には使いたいですけど、以上、ジムニーシエラ編第2弾、いろいろ快適装備を取り付けました。それじゃあまた次の機会、はい、さようなら。Hi Japan, it's Charlize Theron, executive producer of Netflix's new series Hyperdrive. There are a million reasons why you should watch, but I'll give you five. Here we go. The show celebrates the sport drifting that was invented in Japan. You need to get behind your country. There are two drivers representing Japan. The obstacles are epic, trust me.You wouldn't dare face the leveler. The Japanese drivers have some of the most stylish custom cars. Can you say Nissan in the competition? You don't need to be a racing fan to love this show. The drivers' personal stories will have you at the edge of your seat.